ベルビルは、フランス、セーヌ県に属していたかつて存在したコミューン。1859年6月16日法に基づき、パリに併合され、消滅した。1860年のパリ再編前のセーヌ県のコミューンベルビルは、モンマルトルに次いで、パリで2番目に標高が高い丘の上にある。北は、ビュットショーモン公園、南は、メニルモンタン。 東はクルティーユのフェルミエージェネローの城壁、西はサンファル及びルプレイコールサンジェルベに接していた。コミューンとしてのベルヴィルの領域はラビレットと同様に2分された上で、現在の19区と20区に再編されたため、両区にまたがっている。ベルヴィルは7世紀頃、セイビーゼと呼ばれていた。これはコフランク語で野生の山を意味する。 メロビング町の王は、この地に館を持っていた。カペー町初期、特にアンリ一世は、この地を、パリの修道院に領地として分け与えた。中でも、サンマルタンイコールデイコールシャン教会の領地は、広大であった。中世の間、野生の山は、ポートランビルと呼ばれ、その後、ベルビル・シュール・ソブロンと呼ばれるようになった。美しい眺めから名付けられた。 ベルビルは1789年にコミューンとなった。1790年から1795年までフランシアード地区の将軍であったが、以降1860年のパリへの編入まで独立したコミューンであり続けた。なお、フランス革命期一時的にモンシャリを名乗っていた。ベルビルの役場はサンジャンバティスト教会の向かいにあった。 かつてのベルビルは採石労働者やワイン生産者が暮らす土地だった。ブルボン朝の王政復興後、ダンスホール、ギャンゲット、飲食店が丘のふもとにでき、パリからやってくる人々に人気の場所となった。パリ市の外であるベルビルでは税金がかからず、安くワインが提供されたからである。1800年から1859年までの間にの急激な人口増加により、 フランスで13番目、セーヌ県内で、パリに次ぐ2番目の都市となった。ジョルジュオスマン男爵がベルビルをパリに併合したことで、人口増加は加速した。ABC フェリックス・ロチェド、プロマネズ・ラント・トゥットゥ・レルズ・でパリ、XX、ランディス・メント、リー・ブラリー・シェット、パリ、1910、ページ30。 カンサルタブルダンウィーカソース http コロンスラッシュスラッシュフランス .wikisource.org スラッシュウィキスラッシュページロチェドプロマネズダントゥットレルズデパリ20ジャベ34ベルナールステファンリクスヨネアデノムズデルズアディションメンゲス 1977RAD198119841986 ページ 59abnoticdebellevilesurlesitcasini.ehesest.france L, L,、e, I, I. E,。ありがとうございます。